日本の道路法に基づく自動車専用道路とは、道路管理者によって指定された自動車のみの、一般交通のように共する道路または、道路の部分である。日本では、一般国道自動車専用道路、都市高速道路、その他の自動車専用道路とともに、自動車専用道路として扱われ、自動車専用の道路の一種とみなされる。さらに、高速自動車国道法に基づく、 高速自動車国道を合わせ、日本では高速道路と呼ばれ、同じく自動車専用の道路に該当する。香港ではこれらに共通する交通規制についても説明する。なお、あらゆる交通のように共する道路は一般道路と呼ばれ、従って自動車専用ではない。道路法第十八条の二において、道路管理者は次の場合に未共用の道路または道路の部分を 自動車のみの一般交通のように共する道路として指定することができる。交通が著しく服装して道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において交通の円滑を図るために必要があると認める場合交通が著しく服装することにより車両の能率的な運行に支障もしくは道路交通騒音により生ずる障害がある道路の 区間内において交通の円滑または道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認める場合。ただし、当該区間を自動車以外の方法による通行に支障がない場合に、限るこの道場第2項による指定にはトンネル、小道橋やアンダーパスなど道路の部分を指定することができる。歴史百六十一年八月十五日に 全国初の自動車専用道路として一級国道14号、軽用道路が指定され、翌1962年3月31日には、自動車専用道路、第2号として一級国道1号箱根新道が開通した、高規格幹線道路の一種、地域高規格道路の一種、道路構造例による第一種、第二種の道路が、 おおむねこれら自動車専用道路に該当する。自動車専用の規制標識自動車専用道路の入り口にある案内標識日本の自動車専用の道路は自動車による以外の方法では通行してはならない。道路法において自動車とは道路運送車両法第2条第3項による自動車を指し、従ってそれ以外の歩行者、軽車両、小型自動二輪車、ミニカー、 原動機付き自転車、路面電車は通行が禁止される。また本線では中停車禁止である。自動車専用の道路の入り口、出口には自動車専用の規制標識が設置される。案内標識は緑色である。道路管理者による自動車専用道路の指定と都道府県公安委員会の通行の禁止は規制主体が異なり、相互の調整を要する規制であるため、 道路法第95条の2第2項により、道路管理者が自動車専用道路を指定しようとする場合、事前に都道府県公安委員会に協議を行うよう定められている。自動車専用の標識に高速自動車国道の補助標識が追加されている高速自動車国道と、講義の自動車専用道路とを合わせて高速道路と呼ばれ、従って自動車専用の道路の一種である。 交通の方法に関する教則においては、この高速道路における交通の方法を説明している。高速自動車国道の入り口には自動車専用の標識の下部へ補助標識が加えられる。これによって法定最低速度制限及び小型特殊自動車の通行禁止が示される。また道路上では最低速度を示す標識の存在により、 高速自動車国道であることを判断できる。道路の運用上も自動車専用道路と連続する場合は、自動車専用道路区間のみ最高速度を規制する標識を立ててあるので、ドライバーは標識に従っていれば、両者の区別を意識する必要はない。自動車専用道路が高速自動車国道とは異なる点として、最高速度、最低速度に関する規制が、 原則的に一般道路と同等である点がある。したがって、法定の最高速度は一般道路の値が順用され、別途道路標識等による速度制限の指定がない場合の最高速度は時速 60km である。これに対し、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間においては、自動車の種類に応じて時速 100km、または 時速8 0トル等となっている。また自動車専用道路には法定の最低速度の規定もなく、小型特殊自動車や故障等で他の車を牽引している場合等で法令上時速5 0トル以上の速度を出せない自動車であっても自動車専用道路の通行は可能である。実際は小型特殊自動車は物理的な最高速度が 時速 15km 以下であるためなどにより、乗り入れは少ない。都道府県公安委員会は、一般道路に対して、道路交通法第4条にのっとり歩行者または、車両等の通行の禁止の指定により、自動車専用の道路と同等の規制を行うことができる。一般道路であるので、自動車専用の標識ではなく、規制標識によって歩行者、 原動機付き自転車等の通行を規制することになる。またそのままでは、中停車禁止等の規定は適用されず、必要に応じここに、中停車禁止などの規制を行うこととなる。また、案内標識は、緑色ではなく青色である。宇都宮北道路流入部最高速度最高速度は、通常は、時速6 0トルである。ただし、都道府県公安委員会により、 最高速度時速 80km とする道路がある。道路運送法に基づく自動車道は、道路交通法による一部車両通行規制として、一部の道路を除き自動車専用道路と同等の通行車両制限が行われている。ありがとうございます。